サイド足を出す相澤かわされた。あーっとゴールキーパーよく抑えた岡原。裏街道のような形になった。さあ1対1になるか。シュート打った岡原。ナイスキー、ナイスキー。触ったでしょうか。大河原ひろきキャプテンです。石井健吾、そして41番の宮澤、石井と宮澤打てるかどうか。宮澤を使うか、右を使ったが、加藤、あ、加藤前に出た。スペースが広大に広がる。加藤間に合うぞ。あるある。さあ中には岡田、そして宮沢も入ってきた。クロス、ナイス、かわして、パスをつなぐ関口。もう一度宮沢、中に、よっと、シュート。1点を返した。見事なシュート。決まったー。先制ランカツ26分。来た宮澤。宮澤左足一閃。打って
チャンスですからね、はい、さあ抜け出したクロス送るシュートゴール、ランカツ FC 先制。あれフィナンシェの、トークンで、はい、それの売り上げで買ったんですか。シュート決まった。長澤、真面目なパスを入れてくれ。いいボールだ。直接入った。ミドルから打たれる可能性もある。ファーサイド14番が呼んでいる杉山がいる。ゴール前シュート、よく抑えた。
藤伊吹、これをマイボールにしなければならない。あっと9番の長倉が出ている、オフサイド。相手がしっかりとブロックを作った時にどう攻めるか。さあ関口、オフサイドありません。